インターネットエクスプローラー。ん？リングちゃん、こんなところに一人でどうしたの？ううん、大丈夫、何でもないよ。久しぶりに平和な景色を眺めていただけだよ。私、ユーザーさんが増えたよ、エクスプローラーお姉さん。リングちゃんすごい。検索の仕事があるからまた後でね。楽しんできてね、リングちゃん。マイクロソフトエッジになったというのに、よくあの子と関わりを持ち続けているわね。サファリあなたなら私のこの場所にいつでも来ていいのよ、インターネットエクスプローラー。それともマイクロソフトエッジと呼んだ方がいいかしら。エクスプローラーでいいです。ともかくあの大きくて怖いグーグルクロームを敵に回したことをあなたはとても恐ろしいと思っているかもしれないけど、あのクロームって私たちのこと本当はまだあまり理解していないのでしょうね、エクスプローラー。私たちはブラウザだけではなくテクノロジーそのものの持ち主として、ユーザーたちの持ち主であること。あなたのことが不思議に思うわ、インターネットエクスプローラー。どうして？ PC 本体の9割はマイクロソフトの手の内にあるのよ。私だったら自分が担当している PC に他のブラウザを使うことを禁じてもらうけど、なぜそうしないの？それは間違っていると思います。自分をより良くするためにも他のものとの競争が必要です。私は誰よりも強く、そう信じています。